こんにちは、天馬アカデミー堀秀夫です今日は何のために勉強するのか、大学は何のためにできたのか、これはね、えー、たまに、まあ、聞く疑問だし、まあ、子供なんかにね、勉強した方がいいのか悪いのか、ね、そういう話をするときに、まあ、気になるところではあるんですけど、今読んでる藤田伝さんの本、勝てば官軍、ね、すごい題名ですけどね、まあ、藤田伝さんっていうのは 日本マクドナルドの創業者、えー、銀座のユダヤ人という金、ね、もう金儲けの神様でしょうね、えー。日本で大金持ちの孫正義さんも高校時代にね、藤田伝さんの会社に押しかけて、まあ、金持ちになるためには何をやったらいいと教えをこいた、ね。その言った通りにして、あんだけの金持ちになったっていうのもすごいもんなんですけどね。まあ、そういう方です。でもう本当にバッサリね えー、身も蓋もない言い方で本を書いててね、すごい偉大な経営者の割には著書が少ないんですけど、読んでみると理由もわかりますね。えー、表現がストレートすぎて、多分大出版社だとね、尻込みして、えー、なかなか出版できないというような内容が多いです。まあ、そんな中でね、読んでたら、まあ、大学ってことについて書いてあったんですけど、まあ、そもそも大学というのはね、えー、教育にお金がかかるんで、 お金のない貧乏人の指定でもですね、教育を受けられるようにしようということで作ったと。明治時代にですね。で、まあ、大学を卒業した人間は、えー、閣僚としてですねあ、官僚としてですね、日本を発展させるために指導していくシステムを作った。もともと、まあ、学校っていうのはね、武士、あるいはね、公務員になるために、えー、国のお金で教育してたということだそうです。 まあそう言われとね、えー、なるほど合点って感じですよね。えーまあ、公務員になるための教育ですから、まあ、そもそもね、えー、公務員になれる資質とお金儲けになる資質ってのは、まあ、全く違いますしね、まあ、難易度としては、ね、それはお金を儲ける方がはるかに簡単だとは思うんですけど、まあ、そうじゃなくてね、もっと高度な、ね、そんな金持ちなんていういやしいことじゃなくて、えー、日本をどう率いていくか、そういうために作ったと。ね えー、下僕となってね、えー、国に尽くせというための教育システムですから、まあそら、えー、そこを出たからといってね、えーまあ、金儲けどうこうっていうのがどうかしてると、まあ、そもそもね、金儲け目指すのは大学なんか行くなと、うんね、商売でもやってりゃいいじゃんという話だったわけでしょうね。まあ、それがいつの間にか、まあ、なんかね、大学が就職試験の一つ見たくなっちゃいましたんで、まあ、話がおかしくなってきたと。 東大を出て隠、えー、官僚になるというのは正しいと。もともとそういうシステムですからね。だけど転職はまずいだろうと。まあそらそうでしょうね。高い金を払って教育して、えー、さらにね、高い金を払って給料を払ってね、使えない初めの数年間は我慢して使ってるのに、まあやりたいことじゃありませんでしたって勝手に辞められたらね、えー、かけた金、えー、どうしてくれるんだよって話ですね。だから逆に言うとこの東大を出てね、 えー、公務員になったとか、あるいはね、えー、公務員に準ずるようなね利権でがっちり固められたような会社に就職した場合はね、まあ、転職ってもとそのものが、まあ、敵対行為、裏切り行為であるということが言えるわけですね。まあ、それじゃあ、ねえー、うまくいかなくて当たり前というのがよくわかります。まあ、だからね、えー、自分はもう安定した生活がいいんだという方は、それは勉強してね。 片割ってかね。まあこれは主に、私もね、えー、娘に、私の娘だからね、そんな多分ね、いい,い,い大学出て、まあいい会社入って、そこで一生勤めるとかね、えー、全然無理だろうというのでね、えー、いつも思って、まあ、勉強ね、好きならやればいいけど、まあ、嫌いだったらやっても意味ないよと、ね、好きなことやった方がいいよって話をしてるんですけど、まあなかなか説得力がないと。まあそんな中ね、えー、まあ間違いなく大金持ちの、 藤田ささんんそして孫正義、まあ、少なくともねお金っていう分かりやすい面で言うと成功してる人たちが大学っていうのは公務員になるためのもんだという話をしてるのはこれはね、えー、いいなというのでねちょっと幸せさせていただきましただからね、えーまあ、公務員になりたいんだったらガンガン勉強してね、えーまあ、いい大学っていうか旧帝大入んないとね厳しいでしょうね 旧定大入んないと、その、えー、安泰な公務員にはなりにくいと思います。でね、えー、よくね、まあそう、そんな公務員になるわけじゃなくて、勉強はしといた方がいいよというふうに言われるんですけど、これはね、完全に間違いと思い込みでですね、えー、もしもその、えー、秋っぽいとかね、えー、その、えー、大企業に入ってね、普通にサラリーマンやるタイプとかね、えー、公務員になるタイプじゃないなと。 いう人がね学歴を身につけた場合、まあ、せっかく学歴あんのにもったいないねというのが周りにも本人にもありますんで、まあ、本来自由にやるためにはね、えー、つくべき仕事とか、えー、自営業とかっていう選択肢がなくなってしまうと。ね、でそういうことなんで、まあ、適正もないのにねいい大学行ってっていうのはこれはまあ不幸の始まりなんじゃないのかなというふうに思います。 まあインドの物語はね、子供が立派な物語になれるように、子供の腕を切り落とすお金を貯めるそうです。ね、適当に腕切ったら死んじゃいますんでね、えー、腕のいい、腕のいいっていうかね、死なないようにちゃんと腕を切ってもらう、えー、その腕切り人に腕を切るお金をね、えー、貯めると、お母さんは、子供のために。なぜなら、五体満足だとね、なかなか食べてけるだけの施しが受けられないということがあるそうです。これね、えー、何それっていう感じがするんですけど、 まあ勉強嫌いな子供にね、無理に勉強させて大学に行かせるというのも似たようなものかもしれないなというふうに思います。例えばよく聞く話ですよね。因数分解が社会で何の役に立つのか。ね、子供に聞かれたら、私はこう答えます。まあ、全く一般的に言われているような模範回答とはかけ離れてるんですけど、命令されたことに何の疑問も抱かず、命令に黙って従う大人を育てるのが教育だと。ね それが嫌なら別にねそういうところで勝負をしない方がいいというふうに思います、まあ、命令されたことに何の疑問も抱かず命令に黙って従う男大人になれそうもないなら、まあ、勉強なんかせずに好きなことを突き詰めて一元に引いてる道を探した方がいいですあるいはね食べ物を作るとか魚を取るとか文字通り食っていけるスキルを見つけた方がいいです、まあ、お金を稼ぐっていうのもいいですよねまあ いい大学入って一生我慢するね一生そのたまたま入ったね会社とかねえ何やるんだかわかんないとりあえず公務員になってみたというのを一生我慢するっていうその我慢をするよりはまあお金を稼ぐ方がまあ多分標準的な人にとってははるかにえ我慢しやすいというかねえやってて楽しいというかまあ苦労も乗り越えやすいんじゃないかなというふうに思うんでねえまあ教育というのがね何のためにあるか まさかこんなね、すっきりと分かりやすいね、説明があるとは思わなかったんですけど、まあ、そもそも大学、ね、貧乏人の子供でも、えー、公務員になれるように、ね、閣僚、官僚になれるように作ったと。なるほどと。ね、さすが藤田伝切れ味いいし、分かりやすいなというのがね、思ったんで、シェアさせていただきました。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。